はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんはネコマネキングという、モンスターご存知でしょうか。これクソモンスターの一種で、相手のターン中にこのカードが相手の効果によって墓地に送られると相手の終了するっていうね、よくわからない効果をしてるんですよで、相手の効果によってね、墓地へ送られた時とか難しいじゃないですか。普通に考えてこいつは相手のここで墓地を送られて、なかなか相手も見えてるこのカード墓地送んないからね。はい、じゃあどうするかと。はい、史上最強に相性がいいモンスターが実装されましてね、今回の竜神王グラファーさん、これテキスト読んでいただくと分かるんですけども、相手がモンスター効果、通常トラップ、通常魔法を発動した時に、その効果は相手は自身の手札を1枚選んで捨てるとなる。はい、これネコマネキング捨てたらどうなると思います？ターン終了するんですよねターン終了するんですよ。竜神王グラファー君の効果で、相手の効果によって捨てられたことになるので、ネコマネキングが、なんとターンが終了すると。今日は、このゴミみたいなギミックを、使った暗黒化デッキを分回していこうと思います。いろいろ組み方はあります。ちなみに、ネコマネキングをサーチしてきて、手札に抱えながら、竜神王グラファーが立ってればいいんで、別になんか結構いろんなデッキでもいけると思います。例えば、ティアラメンツデッキにグラファーとか刺して、ネコマネキング採用しとけばなんかいけるし、あと普通にそのデスガイドとかね、からクリッター特殊召喚してきて、なんかネコマネキングサーチとかもできるんですけど、まあ、今回ちょっと未回帰と組み合わせてまして、これやっぱね、未回帰が一番強いですよね、暗黒界って。組み合わせるとき、やっぱりこの未回帰モンスターってマジで強いから、これを入れたいんですよ基本的には。で、未回帰のデメリットはランダムハンデスになってるんで、ランダムに手札を墓地を送んなきゃいけない、送んなきゃいけない。だからサーチしてもネコマネキングが墓地送られちゃうんですよね。なんでちょっと今回はギミック上3枚普通にぶち込んで、で墓地に落ちちゃったらファイヤーボールで回収するっていう、そういう、ギミックにしてます。展開力このデッキすごいからさ、1回暗黒界未回帰デッキ動画にしたと思うんですけど、感じでなんかありえない展開力誇ってるんで、なんかリンク4とかのモンスター出すの余裕なんですよ、総合リンクをね。なんで、ファイヤー、もう落ちたらファイヤーボールで、ネコマネキングを回収する。で、落ちてなかった場合は、ネコマネキングを、普通に素引きしてるとこなんで、まあ、それでぶち込んでいく。または、すごい強引なんですけど、ライトロードコミュニケーションを出して、ネコマネキングを墓地落としといて、で、後でファイヤーボールで回収するっていう動きもできます。これ、未回帰を採用してると、ドミニオンがかなり出しやすくなってまして、同じ属性で種族異なるとか、闇属性で全然種族異なってるから、こう出せるんですけど、こいつでネコマネキングを落としておいて、あとでファイアウォールで回収するっていう動きもできます。はい。なんで、まあ、いろんな方法でネコマネキングにアクセスして、ネコマネキングをグラファーの効果で捨てて、相手のターンを終了して、実質ターンスキップしていくということですね。はい。まあ、僕の大好きなターンスキップ一気ですよ。いわゆるね。ああ。このコンボ決められたら、ね、さすがに切断不可避、通報不可避と。思っております。早速猫ちゃんの効果ぶち込んでいきましょう。デュエルスタンバイ。ゼンタ到来してるのは非常にでかい。結局なんかこのゼンタとかいうモンスター系ではあるんだよね。ゼンタが通ってくれてれば、まあ分回るかなっていうねところはありますね。まあでゼンタで捨てるのが、しかもこれ上級モンスターなんで、これさすがに最強という話ありますありまして、エレイン効果で全体効果、こっからはまあ相手はもうそうですね、無限紅葉とかあるかもしれないけど、まあ、とりあえず全体特殊で、まあ、こっからチェーンあるかどうかな。一応モンスターが出たんで、これで一応無限紅葉とか打てるようになってるんですけど、はい。でデイン優先権渡ってねえな、これ持ってねえわ。相手なんも持ってないと思います、おそらく。ってことはということは世界終わりってことよ。つうことは世界が終わったってこと。これ角を捨てて、はい。で、メイルちゃん来ちゃったか。メイルちゃんはね、ちょっとね、でもまあ今はグラファー来てるから どっちでもいいか。まあ今どっちでもいいね。どうしよっかな。メイルちゃんマジで優秀で、やっぱあれだな、スプライトスプリットとかいうぶっ壊れモンスターの、まあ、正ねなところはあるね。ぶっちゃけ結局レベル2がいつでも墓地に送れるようになっちゃったんで、なんか適当になんかスプリント出したら、まあ、ドラで聞かれてもとりあえずメイルを落として融合はできるわから、まあ、それがねいかれてるとは思う。
でグラファー効果は強制なんで、発動してなんか相手のカードを破壊するって効果で、特に相手のカードないから意味がない。でこっかセルリのムーブに移行していきたいんだけども、まあちょっとデッキを掘んないといけないんでね、はい、デッキをちょっと掘りに行きましょう。あ、ちなみに一応、あ、これ、まあ、デッキの解説のことも言うかもしれないけど、ネコバネキングを確定サーチする方法は別にいくらでもあるんですよ。なんかキャシーで持ってくるとか、あとなんかデスガイドからのクリッターとかね、なんかいくらでもあるんですけど、これ当局でもいいな。未開域とね相性がね悪いんですよね、サーチするパターンの方は。なんで普通に3匹3詰めして、で落ちちゃったらファイアーウォールドラゴンで回収するっていうようにしました僕は。はい、まあ展開力をね生かせばそれが可能となっておりますんでね、まあ、正直この展開するんなら、いやお前こんなことする前に先行ワンキルしたらみたいな話あるんですけどね。はい展開通るなら先行ワンキルできるデッキであるんでね、とりあえずグラファー、まあ、先行ワンキルデッキはまあちょっともう動画に多分したと思うので、まあ、それはちょっとご容赦いただいて、まあ、とりあえず一旦手札はケルトを捨てて、で特殊召喚されていく。でケルトは相手の効果で特殊召喚されるとデッキから悪魔族を出せるんで、これでいろいろ井戸とかね特殊召喚したもできるんだけど、まあね、ネコマネキングをね、まあ言うて引いてこないとどっかで、まあ俺落としても一応いいんだけど、キュリオスとかで落としてから、あ、まあちょっと何回収するファイアウォールのムーブにしてもいいんだけど、ちょっとそれやるとまあリンク値が若干稼ぎづらくはなるので、まあできれば素引きして落としたいですね。まあそれか落とすか、まあ、手札に抱えておくか、どっちか。ヤカシックで、バウンスするセルリーをね、でもう一回使いますと、はい、でこのインチキスーパーインチキムーブをしてアルティメットハイパーウルトラスインチキムーブをして、やべ、ちょっと捨てるカードなくなってきたな。未開域引かないとはいけないの、これ未開域モンスターをちょっと引かないとあかん説はある、まあ、ちょっと一旦セキュリティ出しといて、で、ああ、でも当局あんのか、あ、いけそうだな、当局墓地倒してるんだったら余裕だな。で当局効果回収で手札のカード捨てる、でセルリを送りつける、でまたセルリ効果発動はい、で、はい、で、はい何回蹴る、セルリを送りつけるんだよってね。じゃあ相手をよく見てくれてるな、ありがてえわマジで。はい、あげるわ、それあげちゃう、それあげちゃうわ、強そうでしょ。レインコか、これでグラファーが最後だな、ラストグラフでモンスター特召喚。そうですね、これセルリにしますか。で、はい、セルリ3体送りつけてて草なんだけど、これこうだな、まあ回る回る、異常に回るぞ。で、セキュリティ効果発動してちょっと戻してもらって、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、あまりにもインチキついて笑っちゃうな、このムーブこのムーブ手札増えるだけなんだよな、まあ、そんなに手札増やしたところで何するのみたいな話だけどね。で援軍、あ、ちなみにこれセルリを置いておくことによって相手の拮抗勝負をもうケアするっていうね、最強のね、まあ、グラファイルから無効できるんだけど、拮抗勝負は相手の拮抗勝負をもう打たせないというね、選択肢が取れるんで、これセルリはマジで送りつけ得です。いや本当に、うん、ちょ、猫マネ全然来ねえんだけど、びっくりしちゃうわ。ちょっともう鬱陶しかってきたんで、スカルデッドで引きに行きますね。はい、4枚ドロー、ほら、うわー、あ、来た、猫マネ、そんなにはいらないそんな2枚もいらない、1枚でいいか、お前は。やべえな、残り時間が60秒となってしまいました、大丈夫でしょうか私は。とりあえずGダンティスを一旦出しまして、まあ、G ランティスを爆誕させていく。で、まあ、一旦未開使うか。はい。で、モスマン。で、ネッシー特殊。
ネッシーってなんで召喚ムービーあるんですか。ネッシーとビッグフットになぜか召喚ムービーがあるという。これは使わなくてもいいや。ワンチャンテアラメンツがあった場合ね、ワンドロワンステがあの融合に、あ、ネコマキング行っちゃった。まあいいや。でネコマキング行っちゃいましたので特殊して、あ、手札抹殺、あ、手札か、割とありだな。でリンクします。でデスキャスター、でデスキャスターはちなみに出したターンリンクツアイにできないよみたいな効果あるんですけど、これあのGランティス で吹き飛ばしてあげれば、やべえ時間ねえ、ちょほんまに時間ねえ、やべえ、ちょマジで時間ねえ、やべえやべえやべえ、普通にやべえ、ちょ待って調子乗せて、調子乗せてた、調子乗せてた、やべえ、ちょ残り12秒しかない、ちょっとそろそろ、いやもうこれターン返すしかないか、やばい、もうちょっと盤面作れるんですけど、もうちょいほんと盤面作れるんですけど、ちょっと時間があまりもないので、ちょっとここでエンドです。やべえ、盤面ゴミ弱くなったちょっと時間さえあれば時間さえあれば、あのちょもともとしすぎましたね、はい、あペルレイの、なるほど、ティアラメンツ危ない、ティアラメンツはね、これワンドロワンステル、さっきのモスマンの効果使うと普通に融合がされちゃうことあるんで、モスマンの方が破棄した方が興味がいいですね。でスクリームどうぞ、いいですよ、ちょ早くモンスター効果使え、早くモンスター効果使え、シェーに来た、おいおいあいあのこれがしたかったわけです、はい、これがしたかったわけです、僕は一応ちょっとセルレーンの受けさなきゃありますか、いいや、でこれでシェイレーン効果って言われても、まあ、グラファーが残ってるんで大丈夫と、はいはいはい、対戦ありがとうございました。これが実質ターンスキップデッキよ、まあちょっとタイムアウト危惧されるけどな。ネコマネキング来たー、ネコマネキングちょっとバレちゃうのが若干ね、回収しちゃうと、まあサーチしてするのもバレちゃうから、まあ、あんま関係ない話はあるけどね。ちょっと未開機からいくかな、なんだこのチェーン、増殖する G か、増殖する G は打ってもいいぞ別に、あーいいぞ、よし、じゃあデッキからせるわじゃあデッキから手に行こう、ネコマネキング捨てられちゃった、やばいカード見えちゃったバレた、俺が狙っていることバレた。で、未開機のネッシーや特殊感、いやあんま強くねえな、ちょっと待って待って、やばいやばい、これちょっと本当にやばい、あぶねえ、ブラウオッケー、でこれでちょっとババ抜きに失敗してると意外と展開止まっちゃったりして結構やばいんですよね、はい、あーうー、うん、何引く、あセルリー、あセルリー、あ最強だ、一気に世界変わった、裏らやめて、オッケーでセルリーワンドロー効果、あオッケー、でこれで一応無限法要とかをケアしながら展開していけると、だからまああとは裏らぐらいですね多分、エフェクトベイラーウララ入ってるかとか知らんけど、まあそれぐらいで、まあ展開通していけば基本的にはもう相手は何も打てないと、でまあグラファーが暴発することがあるんで一応2体を送りつけた方が基本的にはいい、で、セルリの効果でレインケール取って捨てていくと、まあこういう風になっていくと、あまあ門番ですかね、門番特殊して戻すのが一番強そうですよね。さあいよいよ時間がなくなってまいりました、龍選手あと40秒しかありません、さあ盤面を作る、つけることができるんでしょうか、7枚やばい、7枚いや7枚はいけるだろう、ちょっと待って、7枚はいけそう、時間が足りる気がする、7枚はであと5枚くらいでしょ、いやいける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 、大丈夫大丈夫、任せろ、はい、任せて任せて任せて、まだいけるから、まだリンクしてないし、まだリンクしてないよ、はい、適当にあとリンク召喚で数稼げばいいからね、やばいね、先にトロイメアか、ここともういいやグラファーで、ここはいで、こうで効果破棄せず、あ効果使わず破棄、はい、